ね、あさってがチームメイト2公演でね、すごいなんかあっという間だったな。なんかなんかあっという間だった本当に。なんか10月にさ、チームメイト活動休止みたいな発表されてから今日まであっという間だった。うん、エイトコンも実感まだ湧いてない。そうなの、本当に活動休止するのかなみたいな思ってる。ねえ、どうなんだろう、どうなんだどれっていうか、もうそうだよね、事実だよね。だって活動休止するんだもんね。でもさ、明日で多分私のこと、明後日か明後日でも私のこと見るの最後って人もいるよね多分。チームメイト活動休止とともにおたそつみたいな方とか、まあ、みんなチームバラバラになっちゃうから、そうやっぱ見る機会なくなるじゃん。エイトとして集まんないから他のファンの人はね。だからなんか箱押し、そう残念。オタも活動休止だって。いやそれはあかん、オタは活動休止あかんで、うん、AKB 全体の活動もあるから大丈夫だよ。なんか思ったんですけど、私選抜メンバーだけど選抜歌番組しか出てない。なんか他にさ何も仕事してなすぎてさ、歌番組以外のこと何もしてなくてさ、えマジでなんか選抜いる意味あんのかなって思った。選抜にいる意味ないわ。なんかそう歌番組しか出てないから、マジで選抜にいる意味ない。なんか5月6月7月もなんか YK エージェントの仕事が3つしかなくてそう、しかも2つのうちの2つはまあ自分がやりたいって思ったイベントごとで、えって私もしいや卒業するってなったらどうなっちゃうんだろうってめっちゃ思う。 YK エージェントさん、そう、え卒業だって、あそういう意味じゃなくて、もしこの先 AKB48 をまあ去る日が来るってなったら YK エージェントさん大丈夫かな、なんかでそう、うん、そういう意味じゃないんだよね。だからみんな YK エージェントさん応援してください。 YK エージェント応援よろしくお願いします。
千鳥の鬼レンちゃんのカラオケチャレンジ出てみる？だって。あ、ぜひお願いします。明日コンサートなんだよね。信じられない。コンサートファイティン、ありがとう。なんかさ、 AKB でさ、新しいアプリ始めるじゃないですか。ウィバースみたいな、知ってます皆さん？ウィバース、みんなコメント更新してたね。だって。あ、そうなの？本当？私さっき送ったんだけど、マネージャーさんにこれ文章、私ってやってんのかな、ビバース。でも難しい。なんかさ、 SNS 増やしすぎてさ、あれって755みたいなものなのかな、わかんないんだけど、ちょっと増えすぎてさ、登録しただってありがとう、まだ反映されてないっぽい。だからどう、なんかどうして、なんか選抜メンバーから始めるのかな、なんか ね、なんかもっとさ、お金なんか頑張らなくてもさ、楽しませたい人々。なんか今ってさ、なんか頑張ってもらわないとさ、楽しい思いできないみたいな、まあそうなのか、今じゃないかな、ずっとだけど、なんか頑張んなくても楽しんでほしい。うん、でも楽しみ。わかんないけど、ウィバースどんな感じなんだろう、ちょっと見てみる、アプリ。どうやって登録するんだろう。なん、そう、755みたいなものなんでしょ。このメールアドレスは運営ポリシーによって会員登録が制限されています。え、なんで？怖っ。課金制の755って何言ったらいいんだろう。みんな始めた？みんな始めたかな？でもこっちの、このアプリは海外の方の人口が多いのかな？わかんないけど、なんか韓国アイドルとかがやってるらしい。
国の SNS なんだ。あ、そうなんだ。韓国の SNS なんだ。ちょっと知り合いにビバースの良さ聞いてみる。ビバースね、どういう感じ。755みたいなことだよね。だってってことでしょ。ね、みんなぜひ、せっかく始めるならばぜひ見てくれたら嬉しいなと思います。うん、間違えた。帰ったら登録する。だってぜひ。ぜひぜひぜひ。私もあんまりよく分かってないんだけど、うん、教えてもらいながらやるかな。でもなんか、ウィバース楽しみだって。お、よかった。すごい楽しみにしてくれてる方がいる。ウィバース登録できないで検索するといいと思います。おお、すごい。なんか教えてくれてる。ヤッホー、こんばんは。いつから始まるんだろう。わからない。でもそろそろかな。やばーい。うん、お、自分のニックネーム登録できなかった。だって、え、あるある。私もヤッホーマンとかさ、あのさ、ドボンでヤッホーマンって登録しようとしたらさ、できなかったよ。ヤッホーマンダメだった。これどうやって見んの。 V ライブって書いてある。あ、間違えた、オンライブだ。そういうこと。すごい、もうみんな登録してるやん。もう意外とみんなやってる。あ、今日からハッシュタグ得意日あるって。だって難しいよ。むずいって。
755にいろんな機能が追加された感じって言われた、だって。何も分かってないけど海外発信だと思ったら新鮮で楽しそうだって。グローバルだから英語で書く、だって書きたいけどさ、自分で勝手に投稿できないからさ、しかも私めっちゃなんか一番最初の文章をさっき送ったけど、めっちゃ普通のにしたし、写真とかつけられるの知らなかったから、普通にめちゃめちゃ普通、コメント10ぐらいしかつかなそう。届いたらコメントしてみます。待ってます。誕生日おめでとうってありがとう。すごい。難しいな。音声メッセージとかあるんですね。ツイッターとインスタで精一杯なのに、だって。そうだね。みんなもさ、いっぱいアプリあっても追えないよね。ゆりちゃん TikTok 慣れた、だって。慣れてないよ、開いてもないもん今日とか。角刈りでごめん待ってる、だって。絶対やりたい。TikTok 見たよ、ありがとう。明日はね、コンサート。何の髪型しようかな。何ができるんだろう、この髪型。でもなんか今日メルスン城行ったら、なんか懐かしいって感じに言われた。
懐かしい初期の私みたいな。確かにここまで短いのは久しぶりなのかな、うん、楽しみです。明日のコンサートぜひ見つけてください。じゃということで、じゃ本日の配信はこれで終わりにしたいと思います。では最後におランキング読みます。いきます。13位萌え、12位カシヤ、11位ソニアとダシ、10位ワイセ73、あと明日もヤホヤホ、8位ラピス、8位エキドナ、7位クルリン、6位サカエリナ、5位筋肉愛好家、4位フルちゃん、3位アヤカン、2位ミヤちゃん、そして1位はまあアットおだし、ありがとう。はい、ということでまた明日コンサートでお会いしましょう。バイバイ。